リアルなファンタジーを作りたかったっていうのが最初にあってですね、やっぱりファンタジーっていうのはやっぱり空想の世界というか架空のもんなんですけども、その中でやっぱり現実とこう重ね合わせた時にリアルなものって何なんだろうって考えるとですね、戦うっていうことの覚悟とか、いう部分に関してはやっぱ命まで捧げなきゃいけないっていうことを、もしゲームの中でできればですね、あの架空の世界の中に、リアル感っていうのがしっかりと出てくるんじゃないかなっていうふうに思ってですね、だから犠牲と代償って言って自分の命まで犠牲にしながら戦っていくことができるかっていうのが、あのテーマにするっていうのが面白いゲームになるんじゃないかなっていうことから発想しました。僕自身が、ダークな世界観っていうのが大好きだっていうのはありますね。もともとやっぱり B 級なホラー映画とかですね、やっぱりちょっとグロテスクな映画とか大好きでですね、そういう世界観っていうのを、ファンタジーっていう綺麗なファンタジーの中にこう表現できたら、新しい感覚のダークファンタジーが生まれるんじゃないかなっていうことを思ってですね、そういう部分のやっぱり自分の好みっていうのがやっぱり盛り込まれたゲームになってると思います。全ての人が同じ形で成長していくようなゲームではなくてですね、その中でやっぱり何を犠牲にして成長していったのかっていうことがやっぱはっきりと分かっていくようなゲームでですね、成長度合いっていう部分が普通の、ね、リアルな人間でも、それぞれに違うと思うので、それと同じような感覚でゲームができるっていうのがこのゲームの新しさかなと思います。シングルプレイも楽しいゲームにしたいっていうのがあったんで、やっぱりストーリー性っていうのをしっかりと盛り込んでてですね、モンスターの、バックグラウンドを知るためにはですね、シングルプレイでしっかりとストーリーの先を進めなきゃいけないっていうことがあります。でもやっぱりシングルで戦うとですね、どうしても立ち向かえない、敵が出てきたりとか、倒すことによって得られる供物っていうのがですね、シングルプレイヤーではなかなか得られないものとかっていうのが存在しますんで、マルチでやることによってそれが解決したりとかですね、シングルプレイヤーの場合は、NPC がコンピューターで、行きますんで、そのコンピューターに対して、生贄にしたりとか救済したりっていう感覚と、人に対しての救済生贄っていう感覚が違ってくるんで、やっぱりマルチプレイでやることによって生の人間をいかに生贄にして、その感覚で敵に立ち向かうかっていうことも試したくなるゲームになってます。表面的なアクションとかいう部分よりも奥の深いプレイができるところがあるんで、世界中のユーザーがハマってくれるんじゃないのかなっていうふうに僕は期待してます。